石見習いのアンセルです。外科の。導きによりようやくお主とわらわの運命。はじめまして、カシャのチャンネルへようこそ。はじめまして、ドクター君。私は、こんにちは。私初めてこんな大きな、どうした？あんたがドクター？あんたのことはアーミアから聞いてる。私はグレイスロート。がっかりさせないでね。アルカナの導きによりようやくお、お客様、私に最高の笑顔を見せてくれ。我が名は白雪。姫の命により、はじめまして、上官、ロンメン消防署所属のショウです。どうぞよろしくお願いします。お客様、私に最高の笑顔を見せてくれ。あー、暇だ。街ブラもいいな。よし、決めた。出かけんぞ。おい、さっさと靴を履き替えんだよ。もちろん私と一緒に行くんだ。それ以外にあるか？はじめまして、ドクター君。私はパフュ。私のなりわいはな、元は生活に根付いた技術の一つだったんだ。でも私は属性の影響を受けやすいってことで、今となっちゃ戦火に身を焦がす羽目になってんだ。武器を手に持つ感覚にも慣れちまった。というか、持ってないとなんかしっくりこないしな。難しいもんだな。はじめまして、上官、ロンメン消防署所属のショウです。どうぞよろしくお願いします。
君がロドス最強の戦術か？私はブラックナイト。早速だけど対決してちょうだい。もしこっちが負けたら、君はその時点から私のボス。しっかり鍛えてもらうよ。こんにちは。私初めてこんな大きな。はじめまして、上官、ロンメン消防署所属のショーです。どうぞよろしくお願いします。行動予備隊 A6 のポッカルです。コードネームはアシッドドロップ。このスケボーも通る。はじめまして、ドクター。新人オペレーターのジャッキーだよ。はい、どうも、久しぶりの声出しのマティでございます。今回はね、この白夜極光のなんかペルソナコラボが来てたんだね。でそっちのガチャ引いていこうと思う。でね、お前いくつどんだけゲームやってさ、どれがガチでどれがエンジョイだかわかんねえよって思うだろうし、言っとくとこれはエンジョイでもちょくちょく進めてる感じではある。いや楽しいよ。あのね、簡単に言うとポダンジョンズだけど、でもね、これはこっちでいろいろそのなんか演出とか派手だしね、イラストとか、そうイラストが動くんだよ、かっこいいね。ちょっと待って、レベル10なんだよ。全然やってないからあ、こんな感じだね。はい、でちょっと前のメイドラゴンコラボの時が頑張ってるみたいな感じだけど、一番使ってるのはこいつだね。いやね、こいつね、かっこいい。本当にこの人かっこいいからね、この人よく使ってるね。あと、あ、これはあのなんか制作してる会社のマスコットみたいな感じなんだと思う。こいつも好き。まあちょっとね、これだけ話してても本題に移そうか。よし、じゃあこれね、なんかね2個あるし、しかもなんか10連できるやつが2個もらえてるから、それぞれ10回ずついていこうと思う。まあね、コラボキャラだからね、出たら何でも嬉しいかな。でもできたらまあジョーカーとクイーンかな。うん、ね、あのなんだっけ、その5の普通のロイヤルじゃない方は一応ちょっとはやってたから、まあ、そこそこの知識があるっちゃあるって言ったらまあ嘘になるかもしれないけど、とりあえず言うと序盤のアルセーナはクソそこだった。行きます。もうすぐ行くね。いや待って、本当にあ、いやね、このゲームのガチャ演出知ってるものから言わせてもらうと、これはやばい。あ、待って、いや、あ、これいいやつか。あ、え、あれ待って、わかんない。濃かったらもうちょっと濃い方が良かったかな。はい、あなたが噂の冒険者さんですか。こんなやついたって、あれ、じゃあ待って、もう忘れてる。すごい、やばい、今から。あ、こいつは好き、こいつはあるものなんて、これ好き、あるの、信じらんない。こいつも覚えてない。やばい。え、こんな覚えてない。印象的じゃないやつ、印象的じゃないとか言ったら怒られるわ。やめだ、やめだ。こちらは系統のレベル。こいつもやばい、覚えてない。え、ちょっと待って、そんなに見覚えちょっとは、あ、これ、そう、こいつは見覚える。こいつは見覚える。あれ、ワニとさ、鳥がすごい好きなんだけど、ワニと鳥って言って分かるかどうか分かんないけど、あ、来た。
これは？お！コードネーム、ヴァイオレットです。力になれるように、頑張りますね。まあ、とりあえず、子供キャラゲットかな。やったね。まあ、これが星5枠だったってことだ。よし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 。小さき種たちよ。まあ、いいでしょう。こいつ覚えてない。やばい。え？そんな覚えてない？自己紹介。え？わからん。ちょっと待って、わからん。ちょっと、俺の知ってるやつかい。野生の新しいボスが現れた。その、覚えてるってことを、めちゃめちゃ前にはやったとか、そういうわけでもないんだけどな。おかしいな。まあ、とりあえずこれでね、ヴァイオレットが出ましたよと。あれ、てか、待って。あれ、え？スカルは？え？すごい噂だからけど。え？ないんだよね、こっちね。こっち普通の通常召喚だから、ないから、まあとりあえずこっちの充電も行こうか。行きます。頼むよ、マジで。出てるし、充電なし。あ、ユースケー、ユースケー、あいつ。あそこから来ると。あ、違う。快楽の声が響き渡り、真理の国が姿を現す。信じる者は救われ、信じぬ者は粉々に砕け散るだろう。さあ僕たちに加わり、永遠の喜びを手に入れようではないか。いや、聖職者って書いてるわけには、まだ割にはなんかめちゃめちゃ怪盗っぽいから、お前もチーム入ったらいいんじゃないかな。行きましょう。はい、でも見どころないな、どうしよう。スキップしようかな。スキップ。あー、なるほど。どうしよっかな、やばいな。これ単発で出るかな。単発のね、あのさっき交換したから、それ単発一回ずついくわ。いや、頼むよ。これ出る？これ。出る？一気にいくね。せーの、はい。はい。あっ。スキップ。事故。最近ガチ動画でさ、見どころないから頼むよ、ほんとに。いきます。はっ、あ、待って、来た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 、来ました、いきます。ちょっと待って、はっ、すり抜けやめてね、すり抜けやめてね。このボケなら、これをね、私はスモーキー。あんたが巨像の主？ここ面白いもんある？マジさ、火つけていい？いや、めちゃめちゃ物騒な人来たけど。うわ、すり抜けたすり抜けたが、めちゃめちゃ物騒な人出てきたけど、ちょっと待って、どこだ？え、やば、めちゃめちゃ火つけるとか言ってる人いるんだけど、なんだこの人、怖っ。火属性、この人強いのかな。まあそういうのを言ってると、実際ガチ勢の人が見た時には、は？お前クソがよみたいな感じ言われそうだから、まあ使うには使うかな。でも火属性、こいつ使ってんだよね、なんか最初の方からやるやつ。こいつのね、サイコ的な感じの好きなんで、まあ火属性、なんかご利用したい時に使うかな。うん、知らんけど。それじゃあね、今回の動画はこの辺ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。地点ダービーで言えば 1200m。 午後も頑張っていきましょう。
奇跡の舞台で。シャルウィーダンス。素敵な思い出クローバー。私と一緒に探してくださる？